いつも中国電力をご利用いただきありがとうございます。この動画はご家庭向けの電気料金の仕組みについてご説明します。ご家庭のお客様向けの電気料金は3つの項目で構成されています。最低料金または基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金です。1つ目の最低料金・基本料金のうち、最低料金は重量電灯 A やスマートコースなどに設定している料金で、1契約につき最初の 15kWh までのご使用分にかかる固定の料金です。また、基本料金は電化スタイルコースなどに設定している料金で、お客様のご契約電力などに基づいて計算します。2つ目の項目は電力量料金です。電力量料金はお客様が1月に使用された電気の量に応じて算定する料金です。重量電灯 A やスマートコースなどの料金メニューでは、電力量の料金単価を3段階に設定しています。電気を使う量が多くなるほど、料金単価が高くなる仕組みです。また、その他に、時間帯ごとに料金単価が異なるメニューなどもあります。この電力量料金には、燃料費等調整額が含まれています。この燃料費等調整額とは、電気を作るために必要な燃料の価格変動をあらかじめ定めたルールにより電気料金に反映させるものです。この制度について詳しくご説明します。当社では石炭、液化天然ガスを中心とした化石燃料による火力発電が約6割を占めています。その燃料のほとんどを海外からの輸入に頼っているため、世界情勢や為替の影響を受けやすくなっています。こちらは財務省が公表している輸入燃料価格の推移です。世界情勢や為替の影響でどの燃料も上がったり下がったりしています。この価格変動を電気料金に反映させる仕組みが燃料費等調整制度です。この燃料費等調整制度により、財務省が公表している貿易統計を用いて、毎月燃料費等調整単価を算定します。基準となる燃料価格より燃料価格が下がると、燃料費等調整単価が下がり、電気料金をマイナス調整。燃料価格が上がると、燃料費等調整単価が上がり、電気料金をプラス調整します。3つ目の項目は、再生可能エネルギー発電促進賦課金、略して再エネ賦課金です。再エネ賦課金は、太陽光発電や風力発電など、再エネの導入を促進するために、2012年から導入された国の制度です。再エネで発電された電気は、国が定めた金額で電力会社が買い取り、その費用の一部を国の制度に基づき、1月の電気のご使用量に応じてお客様にお支払いいただいております。このように毎月の電気料金は3つの項目で構成され、電気を作るための燃料の価格変動が料金に反映される仕組みになっています。もっと詳しく知りたいことや分かりにくいことがございましたら、中国電力のウェブサイトをご覧ください。